アルブレヒト・デューラー。アルブレヒト・デューラーはドイツの画家であり、優れた版画家でもありました。ドイツ美術史上最大の画家と呼ばれているデューラーは、鋭い描写や劇的な緊張感、そして革新的な独創性により油絵と版画において大きな業績を残しました。代表的な作品には、自分のために自らを犠牲にしてくれた友人の祈りの手をモチーフにしたという逸話がある祈る手、マルティン・ルターらによる宗教改革に共鳴していたデューラーがニュンベルク市に寄贈した作品である4人の使徒などがあります。博士たちの間のキリスト。この作品はエルサレム神殿において少年のイエス様が立法学者たちの間で論争を繰り広げている場面を題材とした作品です。この絵の背景はすべて暗闇が描かれており、指を数えながら自分の考えをゆっくりと話している少年イエス様を4人の立法学者たちが取り囲み、各自の考えを主張しています。イエス様の右側にいる卑劣そうに描かれた立法学者は、イエス様の手を自分の手で遮りながら、その言葉を遮ろうとしています。また、右下にいるひげの長い立法学者は、自分の主張に固執しながら、これを見よと言わんばかりに、モーセの立法を広げています。唯一、左下の立法学者だけは、イエス様の主張に驚き、立法の書を閉じてイエス様を見上げています。イエス様の弾力のある手は思考の柔軟性を表現している反面、立法学者たちのシワだらけの手は緊張と頑固さが染みついています。イエス様の温和で明るい顔とは違い、立法学者たちの顔からは敵対心や排他心が湧き出ています。このような立法学者たちの表情から、人間の内面に潜む偏狂で排他的な心が鋭く描き出されている作品です。